はい、再稼総合の値上げに関してね、さまざまなコメントをいただきました。まあ一つ気になったのがね、今の時点では生活保護費が30万だったら働く人がいなくなるっていう考えですよね。まあこれね、私もね、そんなことはね前提で分かっていながらお話してるんですけども、でも果たしてそうなのかな。生活保護が30万になったとしても、現在の所得で毎月50万とか年収600万700万もらってる人って、それをやめて生活保護に行きますかね。で、堀江貴文さんとか大吾さんとか、それから前澤さんとかね、前澤社長とか、前澤社長はもう引退してるのかな、孫正義さんでもいいや、やめますかね。生活保護が例えば100万になりましたっつって、仕事辞めて生活保護であと何もせずに暮らしますかね。なんかちょっとね、まあひどい言い方にはなるんですけども、社会に大きく貢献してる人ってすでに生活費が保障されたからって言って、そのやってることをやめますかね。むしろお金だけで仕事をしてる人って早く辞めてもらった方がいいような気もするんですよ。仕事ってなんか人との信頼関係作ったら、いろんな学びがあったり、誰かのために何かができたっていう風なね、そのやりがいなどがあったりとかして、お金だけじゃない部分もあるんじゃないかなと思うんですよ。じゃあお金だけのために仕事をしてる人って、それこそお金の問題が満たされたら自分の人生がもうね取り戻せるわけですから、お金あげてもう自由に生きてくださいってやった方がなんかストレスもないですし、いいんじゃないかなと思うんですけどね。あと一生懸命働いて所得が15万の方で、生活保護が例えば30万になるとするじゃないですか。そしたら差額の15万ってやっぱりありますよね。その差額の15万は希望すれば生活保護を、まあ何て言いますか、アドバンスみたいな形で働いて給料はもらってるんだけども、でも15万なんで、その生活保護でただ支給されてる30万の人と連れ合いが取れないから、差額の15万くださいっていうのは認めていいと思うんですよ。これだったらどうですかね。まあそういうふうにいろいろとね、私も考え始めて2日なんで、ベストなものができたとは思いませんよ。トンチンカンだという意見もあります。だから皆さんの反論とか異論とか指摘を混ぜながらね、生活保護のことを現代に合うように、そして未来にも使えるように再構築しましょうっていうのがこの動画の趣旨なんですよ。まあ、ですので私が一人で決めるわけではなくて、皆さんからのね、賛成意見、反対意見、また新しいアイデアも盛り込みながらいろいろできたらなと思います。で、生活保護にプラスしてベーシックインカムのことですけども、ベーシックインカムのことについても私お話しすることがあるんですけども、社会保障を全部なくして、生活保護も医療費も全部なくして、年金もなくしてベーシックインカムっていうのは私はあんまり賛成してないんですよ。今の社会保障制度をほとんど維持しながらベーシックインカムをドンと上に乗せればいいんじゃないかなと思うんですよ。そうすると決まってね、言うのが財源の問題なんですよ。だから財源についても、税金を集めた中からその支出でやっているプライマリーバランスの黒字化ってものを目指すんだったらこれ無理です。でもプライマリーバランスの黒字化ってどう考えても不可能だし、しかも達成する必要ないじゃないですか。だって財源って別に税金じゃないですからね、今この時点でも。だから税金をどこから持ってくるとか、予算配分をどうするっていう理論はもう最初からおかしいんですよ。でこれなかなか分かってもらえないと思うんですけども、必要なお金っていうのは国債発行でほとんど賄っているのが日本なんですよね。で、国債っていうのは将来に向けた借金ではないんですよ。そうではなくて、国債発行するのと同時に市場に資金が発生するわけですから。で、そのお金っていうのは誰に返さなくてもいいんですよ。大事なのは需要と供給のバランスですから。働かない人が増え続けて消費者だけが増えちゃうと、生産者が足りなくなって、それこそ物が不足するんですよね。それがインフレターゲットなんですよ。で、これが 2% なのか 3% なのかってことになりまして、議論はいろいろあると思いますけども、とりあえず 2% になるまではこのまんまどんどん使え、どんどん使えで、どんどん金上げろ、どんどん市場に豊かな人を増やせでいいと思うんですよね。で、それで成り立ちますから、だからこれについてはね、分かりにくいっていう方が多分たくさんいらっしゃると思います。今までの、私もそうですけども、今までの考え方が集めたお金でやりましょうだったんですよ。で、安倍総理もプライマリーバランスの黒字化とか言ってね、緊縮財政とか言って、私たちは散々騙されました、これは。だから社会保障の財源として税金が、消費税がいるんだって言われましたけども、消費税なんて社会保障の財源に使われてませんからね。本当ひどい話なんですよ、これは。だから多くの方が今までずっと思ってた肯定感っていうのを捨てて、全く新しい、本当にそんなこと実現するのみたいなことを考えていくことも込みでね、思考を張り巡らせていかないと完全に騙されちゃいますよ。だから私は生活保護費は、あ、上げてもいいんだと、生活保護の財源というのは税金じゃないんだって、その出発点に立たないと多分もう議論は最初からかみ合わないんでね、おかしなこと言ってるで過ぎちゃうんですよ。
で私もねやっぱりね、やっぱり財源論っていうのは日本にしてもアメリカにしても自国通貨建てのこのね、通貨発行権がある国に関しましては、あの税収が予算の原資ではないっていうね出発点に立たないと、どっかを削ってどっかにねそれを移すみたいなことじゃないんですよ。だから地方公共団体ね、例えば大阪市とか、まあ、広島もそうですけども、集めた税金の中でやらないといけないっていう発想になると、まあその金どこにあるんやって話になりますけども、そもそも国っていうのは足りないお金を作ればいいって話になりますんで、議論が全く違うんですよね。だからそういったもののスタートラインに立って生活保護費を考えた時に、生活保護費っていうのはね、何もねサボって生活保護をもらおうって人ばかりじゃないんですよ。はっきり言ってその人の割合って非常に低いです。サボって不正受給する人っていうのはめちゃくちゃもう少ないんですよ。だからその人、本当一部の人を防ぐために、今のまんまで本当に生活保護で、やっと生きてる方の暮らしをね犠牲にして、命を犠牲にしていいのかなと思ったら、どんなことをやっても不正は入っていくんですよ。不正はね、だからその不正をゼロに向けていくのはやめちゃダメですよ。でも不正がゼロにならないとスタートしないってことになると、何もスタートしないですよこれは。だってほとんどの人はね、払った税金以上に社会からの恩恵を受けてるわけですからね。これはなんかね、林修さんとか言ってましたけども、年収800万とか900万ぐらいの人以外は、以下の人は全員社会の一方的なぶら下がりだっていうわけですよ。おんぶに抱っこしてるんだと。だから解釈を広げていくと、生活保護をなんかね社会の負担だって言ってる人自身が年収500万だったら、お前も負担だって言われる話なんですよ。だそうなると本当足の引っ張り合いになっちゃうんで、それはね一切なしにして、我々は国民同士でベストな方法は何かなって考えていく、その一つが財源論であったり、税収の間で予算は執行されてるわけではないよっていう風なね、本当お金の勉強を始めていくことなのかなと思います。まとめて言いますとね、生活保護費の値上げは私はね賛成です。値上げするべきだと思います。値上げの額がじゃあ月収100万とかになったら、それはね不平不満が出ると思いますけども、財源論には全く問題ないです。でじゃあそんなに値上げしたらねダメだって言うんだったら、じゃあいくらならいいですかってことを書いてほしいんですよ。じゃあ今の生活保護費に1000円プラスだったら、それはいいでしょう。100円だったらどうですか、ね、生活保護の方は必ずしも働いている人よりも所得が低くないといけないんでしょうか。どうでしょうかね。公務員さんどうですか。一般労働者よりも質の高い仕事してると思いますか。でも公務員さんの方が給料は高いですよ。どうしますこれはっていう問題があるんで、不平不満は必ず起きるんですよ。だから特定のこいつは責めてもいいだろうっていう風な先入観ではなくてね、やっぱり誰がどんなに大きな補助をいただこうが、誰がどんな暮らしをしてようが、自分の暮らしとは関係ないじゃないですか。それは生活保護が100万になろうがね、200万になろうが、私は生活保護を選択しませんよ。だって自分でビジネスした方が終わりがいいですもん。楽しいですしね。でいやお金だけもらっていけばいいんだよって価値観の人は、それで自由な人生を過ごしてもらえば何の妬みも私はないです。でも妬みがある人とか不平不満を考える人もいるんで、その方にも配慮して、本当は財源的には問題ないんだけども、そこそこのところで抑えておくっていう配慮も必要かなと今の段階で思ってますね。私も考え始めて2日なんで、突っ張り貸しですけどもね、本当に何の考えも本当浅いです。私も隠居してね5年も経つんで、社会の常識とか分かんないですから、だから生活保護がそんな金額だったってことをね、ついね 2,3 日前に知ったわけですからね。ですのでその辺をねお手柔らかにいろいろとご指導いただければと思います。ではいってらっしゃい。